はい、皆さんこんにちは。香港ね、まだ騒乱が続いていますね。で、今日もデモがあるとかないとかっていうニュースが出てましたけど、昔ですね、よく日本のことをですね、誰かがですね、日本はアメリカの51番目の州だなんていうことをよく言っております。まあ、最近言わなくなりましたね。なんか非常にリアリティがないっていうので。だからどういう意味かと言いますと、いつもいつもアメリカの言いなりじゃんという意味なんですね。でもそんなね、仮にこの国が1億まだ2000万人ぐらい人いますからね、こんなでかいアメリカの州ができたらもう大変ですよ。アメリカ嫌だって言いますよ、そんなもん。まあそれはいいんですけど、仮に今香港であなた方はアメリカの51番目の州になりますか、イエスかノーっていう住民投票をしたら、圧倒的にイエスなんじゃないでしょうかね。まあ、しかもですね、ありえるというか、別にあそこがアメリカの州になっても、別に、まあ、いいじゃないかと思いますよね、僕なんか。一応、英語通じますからね、香港っていうところは。教育受けた人はみんな英語が使えるところですからね。で、アメリカは嫌だよっていうかもしれないですよね、当然だから、めんどくさいもん。で、じゃあ、州にしてくれないんだったら、準州ってなるんです、アメリカには。プエルトリコっていうところはそうなんですけども。1900年にですね、アメリカがスペインにランクスつけて戦争を吹っかけてですね、取り上げちゃったんですよね。いまだにプエルトリコっていうところはカリブ海にあるんですけど、あれなんですよね、スペイン語喋ってるんですね。で、アメリカの州にはなりきれなくてですね、準州という扱いでして、上院とか下院に議員出せないですね。あと大統領選挙の投票権もない。でも一応本土並みの課税があるという、なんかおかしな状態で、なんかいつもいつもなんか騒動してますけどね。まあありえない話なんですが、これもしかしたら本当にプエルトリコ並みでもいいからアメリカの 領土になれば、非常に香港人にとってはハッピーな解決策じゃないかなと。まあありえないんですけどね。でもしそんな動きが出てくればですね、それこそですね、天安門広場みたいな事件をですね20回ぐらいやらないと、まあ無理だろうなと。まあ基本的に無理ですよ。だけど、まあね、そういう解決法も誰か、ね、提案してくれるよ、面白いなと思って喋りました。はい、皆さんどうもありがとうございます。